はお昼の11時半を回りました。ここからはラジオビバリーヒルズでお楽しみください。木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いよいよ明日は、はい、ビバリー35周年イベントということで、国際フォーラム、ね、すごいね、チケット完売って。本当ですね。このご時世にありがたいですね。30周年の時の写真、昨日部屋片付けしたら、出てきましてみんなで撮ったやつ、まあ、あれから5年たんなと早いなと思って、そうだね、あんま変わってないですね、やっぱり写真見て。あれ30周年の時ってどこでやったんだっけ。読売ホールですね。読売ホール。あ、そっかそっか。この、ね、また大きくなってね。そうですね。どうなっていくんだろう、これから。怖い、40周年が。40周年、怖いですね。すごいことですよ。衣装だけはちょっと被らないようにしようと思って、30周年と同じ。ああ、なるほどね。なんか恥ずかしいじゃないですか、なんか同じ。5年。恥ずかしくないよ。そんな人見ないよ、誰も。そんな持ってないんだと思われるんだよ。俺あんまり持ってないんですよ、いやいや、周年のそれで被るのちょっと恥ずかしい。恥ずかしいよ。でも、誰も気づかないだろうけどね。誰も気がつかないと思う。誰も気づかないけど。特に女性は。ああ、そうですか。ま、そうですか。うん。そんな、なんていうの、はい、スーツ着てれば、スーツってなんかゼロに見える。はい、ちょっと待ってください。すごい一生懸命なんか、選んだりしてるんですけど、一応、こういう時は。思わないよね、えって。スーツ、ゼロに見える。ゼロ、これゼロってどういうこと。これからも一生一つでいいよ。えわかんないもん。マジすか。変えたって言われたって。そのもう、だからもう、オードリー、春日のピンクベストみたいなもんだってことですか、ね、あ、そうそうそう、これ新しいんですよって言われても、いや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 、ゼロゼロ。僕が最近よく着ているスーツ、うん、あの、紫っぽいやつ、気づいてます？あんまり。紫っぽいちょっと攻めてね。ちょっと攻めて。ワインレッドのやつ。なんかこういうこともっとし広めたいよね。あ、本当ですか？え、なんでだろう。僕、だから最近本当にそれ思ってて、なんか U 字工事の益子くんが、あのワイシャツ、あれオーダーメイドで作ってるんです。で、毎回同じとこでちょっとくたびれたら新しいやつ買って、で、何着ぐらいの、7着ぐらい持ってて、もうその方が楽だなと思って、まあね、で僕ももう同じワイシャツと同じスーツだけの方が楽だから、ジョブズの考え方だよね。うん、そうですね。そうだからそうしようかなってちょっと思ってたんですよね。うん、あれが煩わしいもんね。今日はどれにしようっていうのが、そうなんですよ、まあまあ、そうですね、臭いから。昔はそう私服でなんかこう漫才やってた時は、なんかこうおしゃれかどうかとか言われて、アンケート書かれたりとかが嫌だったから、まあスーツにしたらまあそれはなくなったなとは思ってる。裸ですよ、あれは。そう、裸裸と一緒ですか。言い過ぎた。アキラ 100% みたいな感じですか。余計気になる。あ、そうですか。あ、やっぱり言われなくなったんだ。そうそう、スーツ着たらそういうの言われなくなったから、うんね、まあ、まあ楽だなと思ってたんですけど、でも一応その、なんかネクタイ変えたりね、うん、なんかワイシャツ変えたりとか、同じ衣装にした方がいいのかな。そっか。なんか街裏ピンクとか、うん、まあ、あの衣装の、あれはもう、8万円ぐらいで、うん、ずっと、気持ちで作ったっていう仕立てで。出ましたね。それ、そう、一着にした方がいいのかな。青空球児工事師匠なんて、ね、もう芸歴50何年ですけど、うん、毎年一着、こう、二人でお揃いの、スーツを、作ってるんですよ。年末にね。爆笑してますけど。球児工事で毎年、あれですよ、同じ。あ、ちょっとパンタロー夫婦の。そう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 。まあ、ブレザーが基本なんかね。いや、そんな、うん、オリンピック、東京オリンピックの時は、あの、なんかね、なんかそうそうそう、本の模様、うん、なんとか模様ってあれをつけ、うん、作ってみたりとか、なんとか、なんかこう、毎年一着、二人でお揃いのやつを新しいやつ作ってる。そうだったんだ。それなんかアピールできないのかな、これおろしたてですみたいなやつ。ああ、洋服でね。そんなそれをまたアピールしないんですよね。そうですね。そうだね。聞いたら、去年とちょっと違いますって言ったら、俺作ったんだよって。毎年漫才大会っていうのがあって、秋に。うん、そこでお揃いのあれを着るっていう。こう決めてらっしゃるんだ。うん。そんな。それで、ちょっと違いますっていうのも男目線だからかね。うん、女の人からは全く。いや、男からしたら、あ、いいなって思いましたよ。そういう、毎年新しいの仕立てていいなって。それはね、うん。でも違いはな、わかんないです。もったいないというか。ああ、同じものでね。そんな仕事ないのになって思う。やめろよ。ほらなんてこと言うの、今まで楽しくやってたのに。今までここまで楽しくやってなんで解散すんの、急に。なんで急に離婚するっていうの、急に。漫才大会の一回。楽しかったんじゃないの？楽しかったんじゃない？私たちの夫婦生活。急だったよ。急だったよ、あの反抗すの。びっくりした、私。こっちだけだったら楽しいと思ったろう、うん。昨日私一日丸一日さ、はい、太田光さんとご一緒したの、はい、あのね、太田石井のデララバっていう、名古屋の。
うん、やってますよね。はい、番組で、まあ。車の中でね、喋ってるやつが YouTube にいっぱい載ってるやつね。そう、はい、ずっと店ばっかり行くやつね、名古屋の。名古屋の、うん。はい。それで、途中で着替えられたんだけど、はい、やっぱぴょん吉 T シャツなわけ。そうだ、あの人そうだ、毎回。これも、だからよく見たら、ちょっと色が濃くなってるから、あ、新しいの仕入れてらっしゃるんだって思ったんだけど。あ、そうなんですね。わかんないよね、T シャツなんか特に。そうですね。もうだから、ぴょん吉 T シャツと、薄いブルーのジーンズですよね。あ、そう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 。コンバースの白のスニーカーです。毎回。そう、悩まなくていいんだろうね。冬はちょっとそう、なんか上着、革ジャンみたいに着て、あ、ね、全部それだもん、なんかずっとそれだからね。はい、で、太田上田っていう番組の時は、そうだ、二人揃った衣装ですよね、うん、いつもね。うん、あの時初めて1位じゃなくなるっていうか。うん、そうですね。うん、服を着てるっていう。そうですよね。スーツ問題すごい。楽なのかな。いや、見てないと。女性がスーツをもう見てないです。ゼロっていうのはちょっとショックでしたね。本当にゼロの感じ。他の人に聞いてみて。坂井正明さんとかあのクラスの質の良さになると、ふわって見ちゃうけど、うんうん。そこまで行くと目が行く逆に。うんうん、ああ、なるほど。ほぼ全員ですか。まあじゃあスーツで出てる人はもうほぼそういうふうに。お笑いの人なんかやっぱそう。うん、じゃあ個性が逆にないんですかね。うん、ない方がいいんじゃないのかな。どうなんだろう。そっかそっか。ああ、確かにね。スーツでちょっと個性、出そうとする人もいるじゃないですか。ラメにしたりとか。うんうんうん、ああ、うん、本当だね。うんうん、今いないもんね、だって。そうですね。昔はあったけど。いないっすね。まあ、フルって言われそうだもんね、今は。そう、蝶ネクタイとね、ラメとか。大きい蝶ネクタイ、そうだね。大きい蝶ネクタイって私を笑ってくださいってマークだもんね。今や。バカにしてくださいって。バカにしていいよ。やっぱ企業の忘年会とかでね、一般の人がやるイメージですよね、今はね。そうですね。私は面白くない。ないけど笑って、そんなこと書いてあるんですか、読み取るとね、蝶ネクタイ、白いメガネのね、そう白いメガネの蝶ネクタイ、あの口ではでっかいやつね、私は自信がありませんっていうね、私は自分に自信がありませんの表れでしょうね。そんな意味があったのには、大体そんな意味が書いてあるんですよ。手出しちゃダメですね。そう思うとやっぱり学生時代はさ、はい、洋服のストレスがなかったのはやっぱ制服って悩まないじゃん、そうですね、これ着なきゃいけないんだから。本当ですね。あれはすごい楽だったんだね、考えてみたら。うそうす、ね、で全員似合うしね、なんか。そうですね。そうですよね。うん、似合うな人ってあんまいないもんね。あのだから一番いいのかな、今うちの中学校息子が、うん、私服でも制服でもいいみたいな学校なんですよ、うんうんうん、そしたら制服の方が楽じゃんって思うんですけど、うん、毎回私服で行くんですよね、うん、あ、私服 OK だったらそうなのかもね。ああ、うん、まあでもそういうもんですかね、やっぱあれぐらいの年だと、うん、私服 OK だとやっぱ私服の方に行くのか。いや、でも制服が、いや、着たいからって入る人もいますもんね。ああ、そうだね、可愛いからっつって。難しいよな。私服でもいいよって言われたら、でも暑いし、T シャツで行きたいっていう人。そうか、そうですね。うん。昔と気温違うからね、全然。まあ、そうですね。そうですよね。私服、うん。それでなんかバスの中でもずっと太田さんと喋ってんだけど、ユーミンさんから付けられたあだ名について秀逸だって話になって、うん、私は、うん、普通は模倣犯って言われるんだけど、うん、模倣ばっかりしてるから、ユーミンさんは私を一目見て、はい、あ、愉快犯だって言ったら、確かに愉快だからやってる。模倣犯じゃなくて。なんてうまいこと言うんだと思って、私のなんか、実をこう、うまいこと。捉えてます、捉えてる。それで、太田さんはなんて言われたかっていうと、うんうん、永遠の浪人生って言われたんです。すごいうまいよね。ああ、なるほど。ずっと合格してない感じ。後々それがまたね、不倫聞いてきますもんね。なんか、裏口入学のやつとか。そういう意味じゃないですよ。そんな重い感じじゃないですよ。そんなとこいじってくるんだ。ずーっと言われるのかな。永遠の浪人、ああ、なるほど。感じするよね。そう、諦めきれてない感じですかね。なんかこう、そういうね。うん。きっとなんか、来年こそは。明日なろ。太田さんの、なんかこう、うん、流行語大賞への執着とかね。あんな感じですよね。開花宣言の執着とかね。宣言とか執着とか。なんですかね、ずっと言い続けてるのとか、そうかもしれない。勉強しろよ。合格また落ちるやん、た。浪人生っぽいな。直木賞とかね、そういうね、ずっとね。すごいよね。浪人生っぽいよね。すごいよね。すごいですよね。そこ見抜くのすごいな。確かに、それも。ちなみに、ユーミンさんは、山下達郎さんのあだ名は、はい、親指でした。あの人、女芸人じゃないかって思う。
ょ。鋭すぎるでしょ。鋭すぎるね。人は言いにくいよ、普通は。切り口が鋭すぎるでしょ、それはちょっと。あ、時間来ちゃった。それぞれ、はい、そろそろ参りましょう。日本全国つつうらうらご当地自慢を大募集。清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはリクエストの募集からです。木曜日バリーが12時台にお届けしているのはあなたからのリクエストを紹介する音楽道場破り、うん、今週のテーマはご当地自慢リクエストです。最近はお魚やお肉、野菜なども、産地を売りにしたご当地商品が増えています。そうした名物からご当地ソングやドラマや映画の舞台になったなんて聖地自慢まで、ご当地自慢と聞いて思い出すエピソードにリクエストを添えて送ってください。花輪さんはご当地自慢というと、これ我が八王子、ユーミンさん、これね、八王子住んでただけで八王子会です。ずずしな、八王子会も入ってるじゃん。アビコムのなんかいろいろやってるし、受付メールアドレス、ヒルズアットマーク1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 採用された方にはもれなくニュータッチの凄麺詰め合わせセットをプレゼント。そんなこんなで今日も1時まで生放送、日本放送ラジオビバリーヒルズ。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。楽しくなければ吉兆じゃない。親切で明るく安心、それがパチンコ吉兆です。皆さんが安心して楽しめるよう心を込めた接客でお迎えいたします。初めてでも安心、パチンコ行くならパチンコ吉兆。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。日本放送ラジオビバリーヒルズ。もう一つメールファックスの募集です。お便りいきなり大笑い。木曜にお届けしているのは謎かけ芸人土っちの整えてきました、うん、今週のお題はビバリーヒルズ35周年記念グッズ企画の第2弾、イベント T シャツ、うん、販売しますが、イベントやコンサート会場の物販で定番といえば T シャツ、うん、明日は国際フォーラムでもビバリー特製 T シャツを販売しますが、コンサートや、お笑いライブやファンミーティングなどでおなじみのイベント T シャツで謎かけをお願いします、はい、受付メールアドレス、はい、ヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242。 土っちに勝てばアマゾンギフトカード1000円分を差し上げます。その他すべてのメールファックスから抽選で3名様に番組特製名刺色をプレゼント。10周土っちに勝って殿堂入りの称号とスタジオドリームツアーの特典もゲットしてください。お待ちしてます。お願いします。お願いします。建設業のうちが今やるべきことは現場のデジタル化ですか。そうなの。あ、コスト削減。そうなの。人材確保。そうなの。まずはネットで無料の経営診断を。そうか、 N にお任せで検索を。 NTT 東日本グループです。はい、ここで中央事務所から。セリーグ大混戦、上位争いの行方は。今日夕方5時50分からの日本放送ショーアップナイターは横浜スタジアムの DeNA 対巨人、解説は山崎武さんです。クイズトリプルチャンスは大好評、茨城の美味しい長ネギを一箱ドーンとプレゼント。ふみおのちょっといい話、この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。目標のために努力する人がいる。理想の実現に向かって立ち上がるチームがある。そのやる気をチャレンジを全力で支えたい。オープンハウスグループの応援ハウスプロジェクトはチャレンジをサポートする活動です。清水美ちゃんとナイツ原信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。さて、いよいよ明日はビバリーヒルズ35周年記念の大感謝祭を東京国際フォーラムホール A で開催します、うん、
今回5000人のキャパが異例の速さで売り切れるという嬉しい意味での想定外な事態となっていました。チケットは手に入らなかったという方も多いと思いますが、ここで朗報です。急遽機材席開放につき、危ない危ない、ほんのわずか、危なくはないです、ほんのわずかではありますが、当日券を避けてて、そんな危ない席じゃないです分かってない人、分かってない、配信に引っかかる大丈夫です、当日券を発売することになりました、当日券は明日28日金曜日の午後3時から、東京国際フォーラムホール A の当日券売り場で販売します。朗報と3年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。リスナーとつながる効果的なプロモーションを日本放送がご提案します。日本放送企画書サイトでは番組を使った事例や人気企画を掲載中。音声 CM の制作もぜひご相談ください。詳しくは日本放送企画書サイトで検索。ナイツザラジオショー、今日のゲストは藤原のお二人。最初はグーよ、ステルス芸人。何をラジオショーおもんないって言われないように原西さんのギャグと藤本さんのガヤを練習しています。なるほどな、なるほど、なるほど、なるほどな。ナイツザラジオショー、今日お昼1時から。産経新聞ニュースです。報道部遠藤デスク、お願いします。はい、お伝えします。26日のニューヨーク外国為替市場の円相場はドルに対して下落し、一時1ドル160円88銭をつけました。バブル経済期が始まった1986年12月以来、37年半ぶりの円安ドル高水準です。アメリカの長期金利が上昇し、日米の金利差の拡大を意識した円を売ってドルを買う動きが優勢となりました。ただ日本政府日銀による為替介入への警戒感から、1ドル161円に近づくと円を売る動きに勢いが弱りました。この急激な円安への動きについて必要に応じて適切な対応を取ると述べる鈴木財務大臣です。高い緊張感を持って、この動きの背景も分析をしてですね、必要に応じて、必要な対応、これは取り取ってまいります。次に、3月期決算企業の定時株主総会が今日集中日を迎えました。不正行為が明らかになった三菱 UFJ フィナンシャルグループの亀沢博則社長は株主総会の冒頭で深くお詫びすると謝罪しました。またシャープの郷博君社長は、2年連続の赤字決算となったことに深くお詫びする、誠に申し訳ないと述べました。一方、車の大量生産に必要な型式指定の認証試験で不正が判明した鈴木は今日、静岡県浜松市内で定時株主総会を開いていて、この問題について鈴木俊博社長ら経営陣が冒頭謝罪しました。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は今朝、中長距離弾道ミサイルに複数の弾頭を搭載する技術実験をミサイル総局が昨日実施し、成功したと伝えました。ミサイルは固体燃料式で弾頭部分が分離して3カ所の目標を正確に捉えたと主張しました。本格的な実験段階に入ったとしていて、技術開発は初期段階とみられます。韓国軍は弾道ミサイル1発が発射されたことを確認していて、このミサイルは空中で爆発し失敗したという見方を示していました。今回の発射について日本政府の反応、さらに分析を進めると述べる林官房長官です。発射の詳細については引き続き日米韓3カ国で緊密に連携して分析中でございます。今後も各種ミサイル発射などのさらなる挑発行為に出る可能性はあると考えており、引き続き必要な情報の収集分析に努めるとともに警戒監視に全力を挙げてまいります。所得が低いため国民年金保険料の納付を全額免除、さらにまたは猶予されていたのは昨年度の末時点で596万人だったことが分かりました。これは厚生労働省が今日公表したものです。
2年連続で減少したものの、新型コロナウイルスの感染拡大により経済が悪化した影響で高い水準が続いています。一方、全額免除や猶予の人を除いた昨年度の納付率は前の年度から 1.6 ポイント増えた 77.6% で12年連続で上昇しました。厚生労働省は口座振替やクレジットカードに加え、スマートフォンの決済サービスなど多様な支払い方法が普及したため上昇したとみています。長野県松本市で1994年6月、オウム真理教が猛毒のサリンを噴霧し、8人が犠牲となった松本サリン事件から今日で30年となりました。オウム真理教による一連の事件の被害者や遺族は教団側に賠償を求め、およそ1200人が38億円ほどを請求しているものの、まだ10億円余りが支払われていないということです。おしまいに、アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手がホワイトソックス戦の1回に2試合連続となる25号ソロホームランを放ちました。メジャー通算196本目のホームランで、日本人選手初の200本まであと4本に迫りました。またこれで10試合連続打点をマークし、球団の記録を更新しました。大谷はアメリカンリーグでホームラン王に輝いた昨シーズンに続く2年連続でのタイトルの獲得へ向け勢いを増してきました。チームは4対0で勝ち4連勝です。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。アツラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はカードローンの SMBC モビット、文化シャッター、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。パワーウィズハート、関西電力がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東は広く晴れ間は出ますが、雲が目立つでしょう。夜は雨のぱらつくところがあります。帰宅が遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は東京、千葉、埼玉は28度で、空気がまとわりつくような暑さは続きます。無理をせずに冷房を利用するなど、涼しくしてお過ごしください。明日は雨で、沿岸部では雷雨になるでしょう。以上、天気予報でした。環境対策や経費削減、課題が山積み。それなら全国で対応してくれる関西電力へ。検索ワードは脱炭素ソリューション。自社の課題から最適なソリューションを診断できるのね。たくさんの事例もあって分かりやすいわ。早速相談してみよう。電気だけじゃないソリューションを、関西電力。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。ヒルズ、今日の音楽道場破りのテーマはご当地自慢リクエストです。藤井聡太さん、栄養戦惜しかったですね。そうですね、数番でミスが出てきましたけども、8回から1つ落として、途中くらい早口になるんですけども、全然気にしてません。落とし物したら放置しないで、必ず最寄りの交番に届ける。落とし物じゃないです。というわけで、今日も11時半から生放送、ラジオビバリーヒルズ。木曜日の担当は清水ミチコとナイツです。はい、よろしくお願いします。そして木曜のお昼はこのコーナー、音楽道場破り。リクエストが採用された方には嬉しいプレゼントが待ってます。はい、お願いします。はい、今週のご当地自慢リクエストが採用された方には、もちもちのノンフライ麺が特徴の山台から大人気の味噌ラーメン、ニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品を含む12種類の凄麺詰め合わせセットをプレゼントします。まあ、ご当地自慢いろいろあると思いますけどね、うん、茨城県鉾田市といえばメロン王国ですね。静岡や浦和といえばサッカー王国、うん、そして千葉県我孫子市といえばゴルフ王国と言えるかもしれません。ゴルフ王国、青木勲さん、メシアイはじめさんに海老原誠二さんとレジェンドたちをね、輩出しておりますんでね。我孫子観光大使を務めるね、花輪さんのゴルフの腕はなかなか上がりませんが、ニュータッチ凄麺ネギ味噌の一品は、本格的な味噌ラーメンを手軽に食べたいと思う人におすすめ。3種類の味噌を絶妙なバランスでブレンドした合わせ味噌をふんだんに使い、生姜、玉ねぎなどの香味野菜で風味を引き立て、豚骨エキスで旨味を、さらに練りごまでコクを出し、香り立ち豊かな味噌スープに仕上げてます。ネギも味噌もいいですけど、千葉県我孫子市の自慢は手賀沼のうなぎです。手賀沼のうなぎを盛り上げようと作られたキャラクター、手賀沼のうな吉さんもゆるキャラグランプリ2019では堂々の298に輝いております。みんなご存知の存在ですね。そうだろ、あいこの方はご存知かもしれませんが。
もっと知名度が高いのがニュータッチすごめネギ味噌の一品です。あなたも茹でたてのうまさ、まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求したノンフライのカップ麺ニュータッチすごめシリーズと、8月の開催に向けてただいまクラウドファンディングで寄付を募集中、手賀沼花火大会をぜひご賞味ください。よろしくお願いします。ふるさと納税でね、お願いしますね。そうなんですね、うなぎが有名なんですね。 うなぎが有名、麺食いズカロックさんからいただきました、はい、四国の香川で生まれた私、お雑煮といえばお餅の中にあんこが入った雑煮がソウルフードです。いりこだしに白味噌を使い、お餅の中にあんこがぎっしり詰まっており、お雑煮といえば甘い食べ物だと思っていました、うんうん、特に母は長年香川に住んでいたため、父の転勤の都合で他県に引っ越した時は雑煮が甘くないことにショックを覚えており、電気屋で自ら全自動餅つき機を買ってあんこを入ってお雑煮をたくさん作ろうとしたんですが、機械の手入れがめんどくさかったようで、2回使った後は押し入れの不動のエースとなり全然使っていません。今でも母に餅つき機の話題を出すと、餅のように膨れ面をして大人げなく怒りました。慣れると美味しいのかもね。甘いお雑煮、ね、食べたことないけど、うん、そうですね、うん、こういうのやっぱりお雑煮でよく聞くじゃないですか、ご当地の、ね、ドラマでも出てくるよね、うん、こういうの。でもそのお雑煮ってやっぱこうお正月だけだから、うん、なんか地方に行った時に食べられる数食べられないですよね、うん、話聞くだけで1月しか食べてない。そうなんですよね、不思議。そうだから通年で出てないからな、ご当地のお雑煮ってなかなか食べれないですね。そのお雑煮専門店みたいなのもないしね。ないですよね。そういうね、なんか奥さんとね結婚して実家とかね行った時しか多分ないですよね。本当だよね、不思議な食べ物だね、うん、考えてみたら。そうですね、こんだけ地方行っていろんなものね、うん、食べても、うん、お雑煮だけは食べたことないから、うん、本当だ、お正月のタイミングいい時に行かなきゃいけないですかね。そんなに食べたかったね。お店とかにも ないでしょ、だもう。ねえ、お店とかで、ちょっとなんかね、全然。お雑煮一つとって聞かないもんね。そうですね。うん、なんでなんで正月しか作んないのかもよくわからないですよね。ほんとだね。おせち以上になんか食べられない。ね、不思議。不思議ですよ、食べた日本のね、そういうのね。と、うん。というわけでこの方のリクエスト。呼子のイカです。美味しいよね。ねえ、呼子の街はイカ一色。うん、特にくるくると回転しながらイカを乾燥させるイカ回転マシーンの迫力は圧巻です。知らない、イカ回転マシーン知らないし、彦摩呂さんがいたらきっと夢むるイカのメリーゴーランドやと呼ぶ叫ぶことでしょう。そんな呼子で一番美味しかったイカ料理はイカの一夜干し、シンプルイズベスト、うん、プリプリの肉厚なイカが口の中で旨味を放って踊り出します、放って踊り出します、マヨネーズに七味をかけてイカにたっぷりつけて頬張りました。うますぎる。私の人生の中で、うん、呼子のイカはご当地グルメのスーパースターです。うわー、いいな。イカって何したって美味しいよね。美味しいですよね。本当。あと日本が一番美味しく食べてんじゃないかな。ああ、まあね、絶対そうだよね。そうですね。絶対負けない。好きだもん。わからないけど確信できます。確信できる。他の海外見たことないけど。負けない。うん、絶対負けない。絶対負けないと思う。世界で負けない、絶対。イカが恐れるも国。日本。日本が怖いっつって。日本が怖い。絶対食われる。そう、イカ回転マシンって何ですか？あの乾燥させるのが早いやつ。あれ神奈川県とかにもあるよね。結構日本中にあるよ。あ、そうなんですか。イカに関して本当日本はもう。イカ回転マシンがあるから。うんうん。プレスキだってあるよ ね。あの、せんべいにするやつ。ああ、そうですね、うん。あれもすごいですよね。ペチャンつって、もうほんと形そのままで。ほんとイカじゃなくてよかった。もうすごいあんな死に方、いやもう。ペチャンコじゃん、私。通点とかなさそうですね。やめてよ。通点ないのがないといいな。ないですけどね。ないって言うよね。イカ、そうですね。マヨネーズの七味考えた人もすごいですよね。あれ、よく合うね。あれ合いますよね。合いますね。ほんと。なんな美味しいんだろうな、ね。ほんとだよね。食べたくなってきた。ね、はい。リクエストはね、花輪で、続いて長野市、ラジオネームコロコロコロスケさん、はい、僕の住んでいる長野県でご当地自慢は信号機のない横断歩道での車の停止率全国1位という事実です。初め、昨年埼玉から移動してきた上司が驚いていたのが、横断歩道に誰であろうと、立っているとほぼ車が止まるという習慣でした。僕たちはそれが当たり前だと思っていて、もし見逃して譲ることなく通り過ぎてしまったら申し訳ないと謝罪しながら自己嫌悪に陥っています。
子供の頃から横断歩道では手を挙げて、車が止まり渡ることができたらドライバーさんにありがとうございますのお礼とお辞儀をすることを教え込まれ、免許を取ったら今度は止まる側のルールを守る。長野県民にはこの習慣が身についているのかもしれません。閉鎖的とか理屈っぽいというイメージでくくられがちな長野県ですが、生真面目で優しい県民性だと声を大にして言いたいです。確かにすごいですよね。これは自慢できますね。自慢できる。自慢できるね、本当に。あと全員がシナノの国って歌えるんだよね。あ、なんかあるんですよね。教育されてるんだね。歌が、歌える歌があるって言って。その県もさが歌えるんだよ、ね。SGA を。県民さっき歌えないし。歌えないですか。応援してねってみんなで言わない。自虐の歌歌わないでしょ。公表してね。そんな。それやっぱりこう1位だからこそまたなんかこう意識も変わってくるのかもしれないですね。確かにね。もうそういう風に言ってるからみんなね。そうやってこう子供の頃から教えられたら守らなきゃって思うかもしれないですよね。じゃあ暴走族とかあんまいないんですかね、うん、どうなんでしょうね。あ、いないかも。止まるんじゃないの。暴走族もちゃんと横断歩道で止まるよこらーって止まらない人に逆に切れる暴走族が。うるさいけどね。うるさいんだろ。緑の棒をつけて暴走族じゃない。緑の暴走族全盛大地だろう。怖いんだ逆に。怖い。安全ってのがすごい難しい字で書いて。安全これ安全って読むんだみたいな。すげえ優しいんですね。すげえいい人なんだ。そうですね。中野県。そういう人なのかもしれないですね。いいですね。この方の生きたまま。ちゃんと締めてから、ね。そうそう、違法となります ということでございます。一回だから失神などさせて悪いですけど。そっからもう開かせていただいて。じゃあもう感謝して食べなきゃいけないですね。そうですよ。お願いします。気をつけてください。プレスすると頑張って。プレス生きたままだとかもとんでもないですよ。形になってね。いただいてますけど。あと、ぬめりを取るために洗濯機ってのもあったよね、はい、確かね。そんなのタコ知らない、タコ専用の洗濯機。タコ専用の洗濯機。タコ専用の洗濯機みたいに入れて。そうそう。自宅じゃないわ。当たり前だわ。いやいやうちのドラム式で。ドラム式とかじゃないですよ。っていうことじゃなくて。じゃなくて、本当に。回転させたり、干したり。そうなんですよ、ね。洗濯機で洗ったり。食べたいんですもんね。どうやったって食べたい、日本人は。大好きだから。この方は綿貫さん、35歳の松戸市の方です、はい、私の地元秋田では修学旅行シーズンになると丸々中学校一同は東京ディズニーランドで元気に遊んでいますなど修学旅行中の行動をナレーションで伝えるテレビ CM が流れています。優しいね、随分。テレビ CM 安心させるってことかな、ね、都会に出かける子供を心配する家族に向けた CM なんですが、うん、上京してから秋田以外では流れていないことを知りびっくりしました、うん、今は子供もスマホを持っているし SNS もあるのですぐに連絡を取れますが今でもこの CM が流れると安心できるご当地自慢です。こんなの すごいね。これどういう今現在行ってますっていうのが CM で流れるってこと、うん、そうなんか短いインフォメーションで流れるってことだね。はあ。な、秋田だけですよね、多分な。そうだね。ために昔はあったのが、今でもなんとなく残ってんじゃないかな。ああ。昔はね、SNS がなかったから。はいはい。心配するってイメージもなかったけどね。引率がの先生がいるんだから大丈夫だろうって。そうですね。学校行ってるっつんだったら別に。別に局がじゃあそういうふうにね、やってくれてたんですね。そうかもしれないね。ということで。あれ？ちなみにどこだったの？修学旅行。修学旅行はなんか、栃木とか、いろは坂とかなんか。何するの？何をするって言うんじゃないか。まず、一応日光とかを。猿とか見た。行ったんでしょうけど、で、いろは坂のバスが気持ち悪かったってことしか覚えてない。ダメだなそれぐらいしか。よね、思い出がそれぐらいしかないですね。一方通行。一方通行。あれ、猿出るとこだよね。猿とかそうですね。見に行きましたね。花輪さんはどこなんだ？覚えてないです。覚えてないの？はい。奈良かな？ちょっと覚えてないですね。京都かな？あんな楽しいイベント覚えてないの？修学旅行ですよね。高校ですよね。めっちゃ楽しくなかった。どこでもいい。何個か覚えてるでしょう。1個ぐらいは。いや、マジで、奈良か京都でしたね。ごめんなさい。全然覚えてない。それも覚えてない。やばい。すげえ。そんなに知りたくもなかったことなのに、覚えてないってことにびっくりしました。もう、逆にどこでもいいです。覚えてない人がいるってことにびっくりしました。もうそれだけ知れたらいいです。もうそれでぜひ、もうちょっと距離を取ります。やっぱり離婚でよかったです。
を利用した経験のあるあなたへお知らせです。どんなお知らせですか？はい、まず過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。しかし勘違いから多くの方々が手続きをしていません。どんな勘違いが？最近では自分の過払い金が時効で消滅したと勘違いしている方が多いです。過払い金は借り入れた日から10年経つと時効で消滅するんでしたっけ？いいえ、違いますよ。過払い金の時効は返し終えた日から10年です。それは勘違いしてました。また実は時効でも返金に応じるカード会社が何社かあるんです。当事務所では時効を迎えた100件以上の過払い金を取り戻しました。ええー、それは時効で諦めていた方ももう一度確認した方がいいですね。このようにカードをご利用した経験のあるあなたには現金が戻るかもしれません。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた出張買取はカメラの北村、電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。おかげさまで開局70周年笑顔になーれ日本放送ナイツザラジオショー。今日のゲストは藤原のお二人。最初はグーよ、ステルス芸人。何を？ラジオショーおもんないって言われないように原西さんのギャグと藤本さんのガヤを練習しています。なるほどな、なるほど、なるほど、なるほどな。ナイツザラジオショー今日お昼1時から。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小野さん、お願いします。はい。首都高速道路は都心環状線の外回りが竹橋ジャンクションで事故のため渋滞しています。はじめに4号線の高井戸から銀座までのルートです。4号線上りの高井戸から事故で渋滞している都心環状線外回りを通って銀座までの所要時間は40分。4号線上りの高井戸から都心環状線内回りの銀座までは35分です。次に銀座から成田空港方面へのルートです。都心環状線外回りの銀座からレインボーブリッジを渡って落下物で渋滞している東関東道を下って新空港インターまでの所要時間は1時間15分。内回りの銀座から7号線と京葉道路を下って新空港インターまでの所要時間は1時間5分です。日本道路交通情報センターの小野でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えします。スポーツ伝説のナビゲーター滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。続いてはラジオリビングです。今日は丸ごと全部イワシのご紹介です。イワシが大好きというよりもいやらしいのが大好きという噂もある柿花さん、今日は下心なしで心を込めてご紹介ください。わかりました。いやらしい気持ちなし、下心なしでご紹介します。日本人に最も不足していると言われるのがカルシウムなんですが、まあ、魚は調理が面倒だとか乳製品が苦手な方もいらっしゃいますし、小魚は硬いんで歯が悪いんでね、などなど食生活に取り入れるのが大変です。そこで今日のラジオリビングは、手軽に美味しく天然のカルシウムが取れると今大人気の、その名も丸ごと全部イワシをご紹介します。取れたての国産のイワシを港に到着してすぐに浜茹で、乾燥させた後に特殊な製法で1枚にイワシおよそ3尾分をギュギュッとプレスして食べやすく超薄焼きに仕上げました。パリッサクッと軽い食感で凝縮されたイワシそのものの旨味と香ばしさが口の中に広がるんです。健康な骨作りのために手軽に補うことができるので、ぜひおすすめします。たっぷりおよそ20枚入ったパックが2袋、合計およそ40枚で税込み3780円。さらにお得な4袋セットは税込み6980円。
断然お得な6袋セットは税込み9980円です。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-1242-86 までどうぞ。7月13日土曜日からの3日間はスペシャルイベント、日本放送開局70周年有楽町笑顔になーれステーションを開催。有楽町の日本放送本社と JR 有楽町駅前広場で番組の公開生放送やイベントなどを実施します。詳しくは日本放送のホームページで。6月27日足水のみちゃんの天気予報です。東京地方今日の天気は曇り、明日はビバリイベントがありますからお天気が心配ですね。まあそういう時はね、すぐ神頼みと言いますけどもね、仏様頼みって言ってもらいたいですね。それからね、どうしても晴れてほしい時はね、出すものを出してもらえば、これこちらの方で、うん、一番頼りになるのは政治家です。そうだろ、マシズ元ドラえもん。明日から僕が小芝風花ちゃんと共演する日清ヘルシーオイルの新しい CM がオンエア。でもオイルよりも潤ってるのはじゃじゃん、清水美智子のみちご一会。小芝風花さんとドラえもんが共演するのは美味しさ長く続く編で、このシリーズの第4弾になるそうです。そんなドラえもん情報は、声優はどっちなんだろうね。あ、え、なんですか、声優は水田わさびさんなのか、はい、私なのか、いや違うのか、信代さんならまだ分かります。話私なのかっていうのは分かってないですか。今週話題になった言葉を紹介します。まずは最近すっかりおなじみとなった山田邦子さん、ブログを拝見すると、邦子さんハワイに滞在中のようで、ワイキキのエステで至福の時を過ごしたと報告されてます。いやいや、どうも山田邦子です。日本を出る時にね、ちょっとくたびれ気味だったんですよね。いやいや、ワイハのマッサージで癒されましたよ。足をグリグリグリのゴリゴリゴリのグサーですよ。あんまりね、気持ちが良くて2日続けて連続で行っちゃいました。もうね、リピーターも多い店の虜となったようです。そうなんですね。ワイハのマッサージ。幸せだろうね。さあ、お次は、カノ姉妹がパーソナリティを務める配信番組、スポティファイオリジナル、カノ姉妹のファビュラスワールドから、20代の女性から、会社にいる40代独身女性からきつく言われたり、ネチネチと小言を言われ、会社に行くのも辛いという相談を受けた、カノ姉妹は次のように回答しました。あら、ご相談ありがとうございます。同じ会社で働かないといけないという状況は続くわけですよね。この先輩とはフラットに接してみるのはいかがでしょう。そうよね、ミカスさん。はい。嫌いって思っちゃうと、どんどんとネガティブな気持ちになりますから、フラットが一番です。やっぱり逆らわないからね。そこの二人はフラットじゃないですね。そこの二人もフラットじゃないんですけどね。そうなんですよね。永遠にずっとやっぱり。上下関係。主従関係はね、ずっと続いていく。不思議ですよね。これで長くうまくいくって。本当ですね。逆にこう、はっきりしてた方がいいような気もするけどね。本当ですよね。主従関係が。さあ、続いては昨日放送された NHK の情報番組朝一に料理愛好家の平野レミさんが出演。ナスのヘタを使った炒め物、その名もヘタの上手炒めを披露しました。本当、さあ、仕事があった。さ、夏のヘタっていうのはさ、チクチクしたりとかさ、刺さったりするんだけど、そのチクチクがさ、蒸すことによってさ、柔らかくなって取れちゃうのよ。だからさ、ヘタにも栄養がいっぱいあるだからね。こういうのやっぱ、すごいよな。ヘタの上手炒め。ね、名前もいいし。もう野菜に出てくるこのクズというかね、そういうのも使うってすごいですよね。そうなんですね。クズ野菜には結構ね、栄養がいっぱい、皮とかね、ありますからね。ああ、なるほどね。勉強になるな。さあ、そしてお次は日本を代表するギタリスト、布袋寅泰さんの話題です。忙しかった日本での活動を終え、ロンドンの自宅に帰った布袋さん、自身のインスタグラムで充電している様子を報告しています。ロンドンの太陽が沈むのは午後9時半過ぎ、僕の住んでいる街は自然に溢れていて、散歩道に見せる花々が愛だし、公園で心温まる瞬間に出会うことも多く、嬉しそうに朝昼夜問わず歩き出したくなるクラブとパーティーに明け暮れた20代とは違い、こんな心温まる景色からハートは充電される、ハウス、ちゃんと言うちょっと歌ってる。上機嫌になりました。俺の中でちょっと内容全然入ってこなかったですけど。本当だよね。走り回ってる姿よく見えます。そうですね。よく袋から出してる。袋に入れられるのか。
檻じゃなかったのか。布の袋に入れられるんだ。あ、そうかそうか。名前が。ということですよね。さあ、おしまいは、今週もこの方のインスタから。山口萌です。子供たちは夏休みまであと1ヶ月ってそれだけを励みに頑張って起きてます。わら。これだけ暑いと食中毒が心配で保冷剤を入れてます。まさかの保冷剤に穴が開いてたみたいです。そして手を抜いたお弁当に限って先生によく見られるというあるあるです。わら。かわいい、癒されますね。そうですね。なるほど。これからちょっとお弁当はね、気をつけて。そうなんだよね。早いからね、お味噌汁とか。ねえ、気配りが。ちょっと怖いですよね、確かに。もうってなるもんね。ですね。さあ、来週はどんな言葉と出会えるのか、どうぞお楽しみに。それではここで一曲、ビバリー30周年の時の記念曲です。作詞高田文夫、作曲、佐藤十一コンビの。期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800。東京税理士会所属税理士法人48。この前知り合いからしじみをいただいたんですよ。しじみいいですね。でね、すっきりしない朝しじみ汁を作ってみたんです。一口ズズってすすったらまあ染みましたね。すっきりしますよね。栄養たっぷりだし、また飲みたいじゃないですか。このすっきり感をもっと手軽に手に入れるにはどうしたらいいだろう。そこで調べましたよ。で、見つけたのがしじみ習慣。しじみの栄養ほぼ丸ごとソフトカプセルで飲みやすいし、これしかないという感動をね、先に伝えたかったんです。ちょっと試してみたいというあなた、この後のナレーションお聞きください。販売実績は1300万箱を突破。2011年1月から2023年11月の TPC マーケティングリサーチ調べで、しじみ健康食品13年連続売上ナンバーワンのしじみ週間です。まずは29種類以上の栄養成分、9種類の必須アミノ酸、ビタミン B12、カルシウムなど、体をいたわるしじみの栄養がほぼ丸ごと入っています。しじみそのものを煮出したエキスです。ちょっと試してみたい、実感したいというあなたへ。初めての方に限り、1300円相当が無料、サンプルを2箱無料でお届けしています。サンプルは1箱の中におよそ5日分10粒入っています。それが2箱なのでおよそ10日分ですね。実感できますよ。お問い合わせは 0120-443-012 0120-443-012 まで。さらに送料も無料、1世帯様1回限りとなります。お電話お待ちしています。それでは電話番号をもう一度。お問い合わせは0120-443-012。 お届け返品なども 0120-443-012 までどうぞ。自然食券からのお知らせでした。ショーアップナイタートゥデイ。この時間はミラースホールディングス、三菱ふそう。燃費が良く耐久性もある。液晶メーターやステアリングスイッチなどインテリアがモダンに一新。もちろん安全装備も充実。モデルチェンジで新時代へ。三菱ふそう新キャンター登場。素敵、これにしてよかったね。ああ、見た目もスタイリッシュだし、乗り心地も。乗り心地？あれ、車のことじゃ。シャッターのことでしょ。素敵なガレージシャッターで見とれるほどの我が家に。シャッターは家の顔、文化シャッター。ショーアップナイタートゥデイ。さあ、ショーアップナイター、今夜は横浜スタジアムから DeNA 対巨人戦を解説、山崎武史さん、実況日本放送山内博明アナウンサーで試合終了までお伝えします。坂本勇人選手がね、こう2軍ね、1軍登録抹消になりましたけど、はい、まあ、サードその分岡本がいて、ファーストに大城というね、こう布陣になったんで、まあ、今シーズンの家ではまあベストオーダーなんじゃないかなと思いますけどね、はい。今日は井上春人という若い、ね、先発と DeNA 平投手をね、どう攻略できるかというところが注目じゃないかと思いますね。クイズトリプルチャンスは野菜王国茨城のネギをプレゼント。あなたもあつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイターでお楽しみください。申し訳ありませんでした。そんなに何でもかんでもすぐに謝っちゃダメだよ。
申し訳ありません。ほらまた。申し訳またもうポピットですから。貸付条件をご確認の上ご利用は計画的に。音楽ライブと自動運転バス、足湯と水素ステーション、私と羽田。本当のイノベーションは思いがけない出会いから生まれる。羽田イノベーションシティ、この街を訪れるすべての人にイノベーションを。100年を作る会社カジマ。目を開けたらこうやって忘れてた愛に気づいて、さまよえばいつだって Always you'll be me with you。 古井里穂セカンドアルバムラブワンアナザー好評発売中。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は SMBC モビット、鹿島建設、富士パシフィックミュージックがお送りしました。ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか。会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送、清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。お便りいきなり大笑い、木曜はこのコーナー、謎かけコーナー、つちっちです。私謎かけ芸人つちっちがビバリストと繰り広げる謎かけ対決、今週のお題はイベント T シャツでした、イベント T シャツ、はい、はい、まずは K つとむさんです。イベント T シャツとかけて、はい、養殖マグロが寿司ネタになるまでと解きます、うん、その心は。会場で買ってから着るでしょう。会場、なるほど、海の上で。いやいや、すごい、あ、そういうことか。会場で買ってから着る。会場で買ってから着る。まあ、養殖だから。飼ってるっていいんですかね。養殖マグロを飼ってるという言い方ですけどね。すごいいい言い方してる。なるほど。ランチョンマットさん、マートさんです、はい。イベント T シャツの意味とかけて、うん、タクシー移動ばかりのプロデューサーと解きます。その心は ?PR 効果。PR 効果、 PR 効果、うん、面白い PR 効果、もうタクシーばっかだから PR 効果、サマリアル効果、これ面白いですね。言ってるのは誰なんでしょうね。 PR 効果、本当だよね。生意気な人ですね。 PR 効果、 P って言うな俺のことアル効果って同期のやつなんでしょうね。 PR 効果、スペース草団子さんです。イベント T シャツとかけてキャシー中島と解きます。その心は。切るとすっげーしゅっげー注目されます。しゅっげー、確かにね。しゅっげーがかわいい。キャシーさんいつもしゅっげーで注目されてね。キルトでね。そう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 。そうですよね。生意気な孫めサマタイムアゴーさんです、うん。ビバリーヒルズイベント T シャツの色とかけて、うん、出しゃばって監督に叱られるエキストラと解きます。その心は。素人墨色。白と墨色。墨、白と墨色ってこと。墨色、墨色。白と墨色。白と墨色。グレーって言わないんだ。切れてんだよ、つって。うん、墨色。墨色。フロムトシアウィズラブさんです、うん。イベント会場で売っているイベント T シャツとかけて、はい、うん、奈良公園でよく見かける動物を家で育てたら注意されたと続きました。そりゃそうでしょ。その心は。ここでしか買えないよ。ここでしか買えないよ。ここでしか買えないよ。どこでもそうですけどね。普通どこでもそう注意されるでしょうね。でかいからね、しか買えないよ。ここでしか買えないよ。面白い。面白いでも。ワイワイユーイチさんです、はい。イベント T シャツ買った後は、うん、と問い詰められたとかけて、うん、思春期の娘と洗濯と解きます。その心は。パジャマ。うん、パジャマ、うん。パジャマ。パジャマになっちゃう。パジャマ。うん、思春期の娘と洗濯。問い詰められてパジャマ。パジャマ。なるほどね。つくえ龍之介さん。はい。イベント T シャツの、ピンクレディのイベント T シャツとかけて、うん、伊勢エビと解きます。伊勢エビ、その心は。ミーがプリントしてるでしょう。気持ち悪い。身がプリントしてるでしょう。生まれたてじゃねえ、これ。身がプリントしてるでしょ。実は生まれたてじゃねえじゃねえ、これ。身がプリントしてるでしょ。生まれたての机じゃねえ。
だから身がプリントしてるか、ごめんなさい、身がプリントしてるでしょうですよね、伊勢海老の方ですね。エビがね、うん、エビの方はいいよ、まだエビの方はいいですよね、うん、はい、そういうことでございますね、はい、ありがとうございます、はい、します、それでは整えてきました、うん、イベント T シャツとかけまして、全員アスリートの家族を試合に送り出すお母さんと解きます。おう、その心は、みんな買ってきてね、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 というなるほど、みんなで買ってきてね、みんなで買ってきてね、うまいですよね、うん、シンプルですけど、どうしよう、どうしようか、 PR 効果か、 PR 効果が強かった鹿かな、うん、うん、そうですね、はい、 PR 効果、 PR 効果でね、誰が言ってんだってか、面白かったね、ツッコミ入れて、 PR 効果、はい、じゃあ今日ランチョンマートさんです。はい。おめでとうございます。さて、来週のお題は晩酌、うん。いよいよ明日から私も出演するドラマ、晩酌の流儀3がテレビ東京でスタートということで、晩酌で謎かけお願いします、うん。ビールでも日本酒でも焼酎でもワインでも、手酌で一人酒でも、夫婦しっぽりでも構いません。晩酌で謎かけをひねってみてください。受付メールアドレスは hills@1242.com。ファックスは0570-021242までです。さあ、明日のイベントにも出演、工藤官九郎さんが手掛けた不手に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。こんにちは、小沢幸男です。ここで一つストレッチいかがですか？はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。ビッグカメラ、最新家電をもっとお得に買い替え祭り。対象の省エネエアコンへの買い替えで最大3万円引き。大画面テレビならなんと最大5万円引き。さらに 10% ポイントサービス。冷蔵庫、洗濯機などもお得に買い替え。ビッグカメラへご相談ください。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたも救済の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー千葉です。首相のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。ありがとうございました。タッソタッソタッソの森、おかげさまで2周年。姉崎袖ヶ浦インターから車で2分、農産物直売所とフードコート、タッソの森。ペットと一緒にテラス席でもタッソタッソタッソの森。おう、来て見て買って、タッソタッソタッソの森。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。さらに、現場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。大体の職歴と病状が分かれば、あなたがいくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、
第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。デタラメ、デタラメ、デタラメ、デタラメな人、デタラメな人、デタラメな人。明日のイベントにゲスト出演してくださいます、はい、爆中問題でデタラメな歌を聞きながらエンディングでございます。はい、はい、まずはビバリー名シール当選者です。鶴ヶ島市のニャンタコスケさん、うん、足立区ペペおじさんさん、上尾市のキセイさん、以上3名の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。木曜に募集している音楽道場破り、来週のテーマはベジタブルリクエスト、うん、謎かけコーナーのお題は晩酌、うん、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 はがきでという方は郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリヒルズまでお寄せください。明日はビバリヒルズ35周年イベント当日ということで、うん、先週予告通り、高田先生はお休み、うん、松村さん、磯山さんのコンビが高田先生のいないスタジオでどんなトークをするのかお楽しみに。うん、この後、ナイツザラジオショー、今日は藤原の二人がゲストです。楽しみですね。はい。メールいただいております。はい。ラジオネーム、広島の浜淳さん。はい。去年の秋から楽しみにしていたビバリー大感謝祭、うん、高田文雄先生のラジオを10代から聞いているお笑い好き、私は結婚34周年でほぼビバリーと同じですね。ラジコでナイツのラジオショーが始まったのをきっかけに日本放送のリスナーです、うん、明日の5時台の電車と新幹線で広島から向かいますが、すごい大雨、線状降水帯が心配です。私と同様、地方から来る皆さん無事にたどり着けるように。5時台の電車で新幹線止まっちゃったりしたらかわいそうだな。出発して明日これ来るんですね。そうだね。そうでも割と東京駅からは近いからね。東京駅からもすぐです、うん、すぐですからね、はい、ね、気をつけてお気をつけて、はい、ラジオネームためぼっちさん、うん、修学旅行のお知らせは福島県ではラジオで流れていました。丸々学校の生徒は、何時頃宿舎に到着しました、かわいいというような報道でした。結構やってたんですか。そうなんだ ね、見えないね、優しい。今は、ねまあ、ないでしょうね、これからは、まあ、聞かないですね、今ね。情報がやっぱりね、栃木だとお奥闇のコーナーが毎日。あ、そうなんだ。なんかあるよね、一緒なのかね。地方だと結構そういうのがあるのかもしれない。そうかもね、うん、ね、もうすごい親しい感じがするね、やっぱメディアと。ラジオネーム深谷のたっくんさん、はい、ユーミンのネーミングセンスですが、うん、黒柳徹子さんのことは星一軸と呼んでいました。感想全然言って一言だけいただきました。返事はお返しはジェネリック。チーチークに対してお返しはジェネリックで。最高峰の戦いですね。超上決戦。どっちが勝つか。頂上決戦ですよ。チーチークかジェネリック。チーチーク対ジェネリック。意味わかんないみたいな。すごいですね。花田花尾さん。うん、長崎の島原は郷土料理に具沢山のお雑煮の、具雑煮というのが一年中食べられるお店が何店舗もあります。マジで早坂営業などで島原行く機会がありましたら、ぜひご紹介。島原ってね、これはね、お正月だけじゃなく食べられる、食べたい。お餅ってそうだ、具雑煮というとね、具雑煮、ちゃんぽんとかカステラとかもあるからな、そっち長崎。はい、この後も日本放送で。ここまでの相手は清水美智子とナイツの土屋と花輪信之でした。
twice.